父さんって結構幸せだったんだね。で、なんか娘がいるんだって。娘って妹？妹か。だよね。私、浅野すずです。あなたがお父さんのことお世話してくれたんだよね。本当にありがとう。大丈夫かな、あの子。一緒に暮らさない？4人で行きます。いらっしゃい。部屋2階だから荷物あげちゃいなさい。はい。あの子、いろんなことがあって。クリス、今は寂しくないの？はい、来たね。女子寮の一番下っ端って感じで。あの子は妹は妹だけど、あんたたちの家庭を壊した人の娘さんなんだからね。ずっとそう思ってた。私がいるだけで傷ついている人がいる。誰のせいでもないんだよ。子供時代を奪われちゃったのよ。さっちゃんも奪われちゃったんじゃない？周りの大人に。その浴衣結構似合ってるよ。明るくて元気な子ね。お父さん本当ダメだったけど優しい人だったのかもね。だってこんな妹を残してくれたんだから。